This is CGTN, China Global Television Network. こんばんは。4月27日火曜日のニュースをお伝えします。今日お伝えするニュースはご覧の通りです。中国南部の甘肃チワン族自治州を視察している習近平国家主席は昭光戦役記念園を訪れ、革命に命を捧げた烈士を偲び、朝鮮衛星神の発揚を強調しました。昭光戦役は中国革命の存亡を決めた重要な歴史事件です。習主席の甘肃視察で最初の訪問先は桂林市全州家にある皇軍朝鮮昭光戦役記念園でした。習主席は革命烈士に花籠を捧げ、記念館を見学しました。習主席はその際、理想と信念を固め、朝鮮衛星神を発揚し、中華民族の偉大な復興を実現していくようにと指示しました。改革開放から40年にわたり、中国の科学技術のイノベーションと発展、および世界との交流と協力は、より緊密なものとなり続けています。科学技術部の発表によりますと、中国はすでに世界160カ国以上と科学技術協力関係を結んでおり、参画している国際組織や多国間メカニズムは200以上に上っています。一帯一路科学技術革新行動計画の進展に伴って、中国は海外の若手科学者8300人以上の中国での研究展開をサポートし、延べ18万人の学生を育成したほか、33カ所の共同実験室と5つの技術移転プラットフォームを設立し、8カ国との間に科学技術パークの提携関係を結んだということです。2020年に中国人による特許協力条約に基づく国際出願件数は6万9000件に達し、引き続き世界首位をキープしています。国家知識産権局の発表によりますと、中国では2020年に発明特許53万件が受理され、1万人あたりの発明特許保有数は 15.8 件に達し、第13次5カ年計画で定められた目標は上回って達成されました。また中国人による特許協力条約に基づく国際出願は6万9000件に達し、引き続き世界トップをキープしています。また世界知的所有権機構が発表したグローバルイノベーション指数2020年版における中国の順位は、2015年より15位上昇して14位にランキングされました。中国南部の広東省広州市で行われた中国皇帝院2021年医学科学フロントフォーラムにおいて、中国が新型コロナウイルスの変異株に対応するワクチンの開発に取り組んでいることが発表されました。フォーラムでは、中国皇帝院の院士である呼吸器疾患専門家の蒋南山氏が発言し、現在変異株への対応はグローバルな感染拡大防止における主な課題である。主な変異株は、イギリス、ブラジル、ナイジェリア、南アフリカ、インドで発見された。今は関係各方面と力を合わせて大規模なモニタリングによって、アジア人、とりわけ中国人に感染しやすい遺伝子の特定に取り組んでいる最中だと明らかにしました。バレーボールの国際親善試合、東京チャレンジに参加するため、女子バレーボールの中国代表チームが日本に到着しました。5月1日開催予定のバレーボール日本代表国際親善試合東京チャレンジ2021に参加するため、老平監督率いる中国女子バレー代表は25日日本の成田空港に到着しました。その後、新型コロナウイルス感染症の PCR 検査を受け、およそ4時間後に空港を出ました。中国勢は5月1日に日本代表と対戦しますが、4月25日から東京は再び緊急事態に入ったため、
観客の立ち入りは禁止されることになります。中国南部の広州白雲国際空港がアメリカのアトランタ国際空港を抜いて2020年に世界最大の旅客輸送量を記録したことが国際空港評議会の発表で分かりました。国際空港評議会の最新発表によりますと、2020年の世界の旅客数ランキング上位10位の空港には、中国の広州、成都、深圳、北京、昆明、上海、西安の7つの空港がランクインしました。その他にランク入りしたのは、アメリカのアトランタ、ダラス、デンバーの3つの空港でした。新型コロナウイルスのパンデミックによって、世界では旅行規制が相次いで行われ、国際渡航の需要が明らかに減少しています。これまで常にトップ10入りしていたロサンゼルス、ドバイ、東京、シカゴ、ロンドン、パリなどの主要空港は、今回はランキング圏外となりました。以上、今日のニュース、リュウエリがお伝えしました。